大家好，我是 Seika， 我是 You， 欢迎来到 Seika and You 的部屋。Seika and You の部屋へようこそ。今回の動画では中国語の勉強法についてご紹介したいと思います。私もゼロから中国語を勉強して、今は台湾で仕事をするくらいになったんですけれども、最初どうやって勉強していいのか、どこから手をつけたらいいのかっていう方法が全然わからなくて、すごく苦しかった時期がありました。そこでその時の経験とか自分が試してきた方法の中で良かったものをまとめたので、これから中国語勉強したいという方、今してるけどどうやって勉強したらいいかわからなくて迷っている方いらっしゃいましたら、ぜひぜひこの動画を見てみてください。少しでも参考になればいいなと思っています。それではスタート。中国語の勉強法とかで調べてこの動画にたどり着いた方は、まずこの人たち誰っていう感じだと思うので、簡単に自己紹介をしたいと思います。まず、セイカと申します。台湾人です。私はユウです。日本人です。私たち2人は約1年半くらい前に結婚して、今は台湾に住んでいます。国際結婚をしたのをきっかけに2人で YouTube チャンネルを始めたので、もし他の動画も気になるものがありましたら、ぜひぜひ見てみてください。まずは私が中国語を勉強し始めてから今に至るまで、中国語とどのような関わりがあって今に至るかっていうのを簡単に紹介したいと思います。ここから Q&A 形式でちょっと進めていきます。じゃあまず第一問、なんで中国語を勉強しようと思ったの？最初のきっかけは、大学1年生の時に第二言語って言って、英語以外に他の国の言語を選ばなきゃいけなくて、その時ドイツ語とフランス語と中国語っていう選択肢があったんですけど、私の2番目の姉が中国に留学してたり、あと台湾人の彼氏が当時いたりということで、ちょっと中国語というのに興味があったので、まあその3つだったら中国語を選んでみようかなということで、第二外国語として勉強し始めたのがきっかけです。じゃあ第二問、中国語を好きになったきっかけは？中国語を好きになったきっかけは、さっき第一問の時に答えた、その第二言語として中国語の授業を取ってたんですけど、その時の中国人の先生がだからすごく発音がいいねって褒めてくださったのがきっかけです。でその時になんか大学で中国語暗唱大会っていうのがあって、その中国人の先生の勧めで出場して、でその時に ありがたいことに1位をいただいてから、なんか発音する、中国語発音するのがとにかく好きで、なんか中国語いいなと思いました。第3問、なんで台湾に留学しようと思ったの？私が大学1年の時からずっと専門で勉強してきたのが文化人類学っていう学問で、簡単に言うと外国の文化を知って相手を理解して上手にコミュニケーションしていきましょうねという学問をずっと専門でやっていました。で大学院の博士が修士博士に進んで、博士に入った時に台湾の文化にすごく興味が湧いたんですね。でその時に大学の教授、指導教授とか他の教授の先生方から、その国の文化を知りたいんだったら、やっぱりその国の言語ができないとダメだよって言われたのがきっかけで、今がちゃんと中国語を学び直す時だなと思ったのが、台湾留学を決めたきっかけです。やっぱりその言語を自分の国で学ぶのももちろんいいと思うんですけれども、やっぱりその国、その土地に行って、その土地で暮らしながら文化と言語を同時に勉強するのが一番いいかなと思って台湾留学を決めました。じゃあ第4問、台湾に留学しに来た時の中国レベルは？台湾に留学に来たばっかりの頃のレベルは本当にゼロに近い中国語レベルでした。さっきなんか暗唱大会に出たよとか言ってたじゃんと思うかもしれないんですけど、暗唱大会ってただ
文章、中国語でできた課題の文章を覚えて言うだけだったので、自分でこう頭で中国語を考えて喋るわけでもなくて、文法もその第二外国語で勉強するのってほんとちょこっとのかじるぐらい、単語もそのくらいだったので、本当にドゥブチーとかシエシエとかもうブクチーとか本当にそのくらいしか知らないぐらいのレベルでした。で、ちょっと暗唱大会とか出てて、なんか自分でもなんかいけるかもしれないってだいぶ勘違いして、何も準備せず台湾来ちゃったんですけど、もう本当に悲惨で、あの授業も全然聞き取れないし、中国語で中国語を勉強するので聞き取れないし、あの同級生、その言語学校の同級生はインドネシア人とかベトナム人とかタイ人とかいるんですけど、同級生はめちゃくちゃもうすでに喋れる人ばっかりだったから、なんか休み時間も会話もできない、なんて聞かれてるかもわからないから、もう悲しくって、もう話すのが怖くて、休み時間ごとにトイレに駆け込んで、あの教科書を見るみたいな、なんかめっちゃ暗い人みたいな感じでした。第5問、今の中国レベルは？今もまだまだ勉強中ではあるんですけれども、一応 HSK の6級に合格して、日常生活は問題なく台湾で過ごせています。あと台湾人の友達とのコミュニケーションとかもまあ大丈夫だし、台湾で例えば中国語を使って面接したりとか、あの仕事のやり取りとかもまあ大丈夫なぐらいにはなんとかなってきました。例えば超絶専門用語、仕事の専門用語とか、あの普段聞き慣れない単語とかが来たらもちろんんとはなるけど、まあ、それも含め今頑張り中です。早速ここから中国語の基本的な勉強方法についてご紹介していきたいと思います。今日は基本編ということで、勉強し始めたばかりとか、台湾とか中国に留学しに行くよとか、しに来たばかりだよという方に向けての勉強法です。HSK6 級の勉強法などや応用編の勉強法はまた別に動画を撮ろうかなと思っています。勉強法って本当にあの人それぞれ合う合わないっていうのがあるので、今回お伝えする内容が一概に皆さんに合うかはわからないんですけれども、私が試行錯誤して失敗とかも繰り返しながら見つけた一つの勉強法を今回はお伝えしたいと思います。どこから手をつけていいかわからないとか、基本的なちょっと道しるべが欲しいよという方がいらっしゃいましたら、それを見つつ自分なりにこうアレンジしていって勉強法を見つけていっていただけたらなと思います。ちょっとでも参考になればいいなと思ってご紹介します。今回は単語、リスニング、文法、会話っていう4つの項目に分けて、それぞれ勉強のポイントをお伝えしていこうと思っています。1つ目はまず単語からです。単語は、私はその台湾に来た時にもう本当に単語力がなさすぎて、もう何を言ってるか全くわからない状態でした。でそれで日本からも単語帳などを買ってこなく、台湾に留学した時に買ってこなかったので、まずその授業が始まって、あもうやばい聞き取れないってなった時に駆け込んだのが台湾の順不動でした。日本にも売ってあると思うんですけれども、まず用意したのがこの2冊です。あの聞く単って多分一度は聞いたことがあるんじゃないかなと思います。英語バージョンとか他の国バージョンもあるので、あのご存知の方も多いかと思いますが、私はこの中国語版聞く単の初中級編と中級編をまずゲットしました。こっちの方がちょっと簡単で、こっちがちょっと難しめです。で、ちょっとこれはあの中国の漢字、簡体字って書いてあるんですけれども、単語と意味と例文がこうやって載っています。ちょっと使いすぎてボロボロなんですけど、こちらも同じ感じです。で、これをどういう風に使ってたかというと、2パターンあって、まず1つ目がとにかく聞いて口に出して耳から単語を覚えるという方法です。で、この聞く単語シリーズには歩くっていう、この買ったら歩くっていうアプリか
から音声が単語の音声が全部ダウンロードできるので、それをスマートフォンに入れてひたすら聞いてました。結構歩いてる時とか、例えば運動してる時、朝の準備をしている時って手とかは忙しい、手とか目は忙しいけど、耳が開いていること、口が開いていることって結構あると思うんですね。だからその日常生活での耳と口が開いている時間を使って、もうとにかく耳から単語を入れて口から出すっていうことを繰り返してました。筋トレが趣味なので、筋トレしながらこの聞く単の音声鳴らして中国語を覚えつつ筋トレとか、中国語を覚えつつ朝の準備とか、そういう風にして単語をどんどんインプットしていました。インプットとアウトプットを同時にする感じです。で、もう一つの方法っていうのが、やっぱり耳から覚えて口から出すっていうだけでは、特に日本の方はそう、私もそうだったんですけど、それだけではちょっと曖昧、単語がピンとこないっていうことがあるので、やっぱり目で見て書くっていう作業も必要になってきます。で、私は最初日本で中国語を勉強し始めたので、注音じゃなくてピンインで発音を勉強しました。で、実際に漢字を見ながら自分で発音して紙に書き出すっていう、その3つセットでやることで少しずつ覚えていくことができます。この聞く単では簡体字で書いてあるんですけど、簡体字の部分の反対字も一緒に載ってるので、台湾に留学してた時はずっと反対字の方をひたすら書いて単語を覚えていました。で、ここまでをまとめると、私が使った単語に関するのは基本これで、1個は耳から覚えて口から出すインプットアウトプット、そしてもう1個が、目で見て発音しながら漢字、ピン、意味を書くっていうインプットアウトプットをひたすら繰り返していました。で、最初の段階で、これ私なりのポイントなんですけれども、例文まで覚えようとするとちょっともう頭がパニックになって、無理無理無理って体が中国語拒否してしまったので、単語中国語言われたら日本語で意味パッて言えるぐらいにはなろうと思って、もう単語と意味だけひたすら見てました。動詞だと後々なんか使い方とかもっと大事になってくるんですけれども、名詞はもうとりあえず中国語の単語と日本語の意味をついでどん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 覚えて、少しでも単語量を増やすことが大事だと思います。続いてリスニングの勉強方法です。リスニングは主にシャドーイングという方法を使って鍛えていました。リスニングの勉強方法については別で動画も作っていますので、よかったらそちら詳しく解説していますので見てみてください。リスニングでもう一つ私がやっていたのは、ひたすらめちゃくちゃ簡単なアニメを中国語で見るということです。私が留学していた当時、台湾のテレビで、台湾テレビが100チャンネルぐらいあるんですけれども、その中の一つで日本のアニメを放送している番組がありました。そこでクレヨンしんちゃんとかドラえもんとかアンパンマンとかちびまる子ちゃん、あとはコナンとかがやっていたので、台湾って字幕が絶対中国語で出るんですよ。だから見ながら、字幕を見ながら耳で聞きながら勉強するっていうのがすごく良かったなと思っています。なんかドラマを見たらいいよとか、ドラマ見るのが趣味だったらドラマがいいよっていう人もいて、それも今はいいなと思うんですけれども、最初の段階でドラマを見てもわからない単語とか文法が多すぎて、なんかもう疲れちゃって、もう勉強したくないってなっちゃったので、私はもう本当に幼稚園生とか保育園生が見るようなアニメを中国語で見るっていうのが自分に合った方法でした。結構意外とああいうちびまる子ちゃんとかドラえもんとかって日常生活で使う簡単な単語とか文法いっぱい出てくるので、意外と役に立ちます。続いて文法についてです。文法はその時言語学校に通っていて、この教科書を使っていました。で、毎回習った文法があったら、それで自分で例文を作るっていうのがすごく大事になってきます。一
いくらこうインプットしても実際に使えなかったら意味ないので、例えば身近で実際に言ってみたい言葉とか使えそうな言葉で置き換えながら例文をたくさん作るのがおすすめです。でもし可能であれば友達の台湾人とかにこの例文作ってみたんだけど合ってるとか聞いて添削してもらったり、言語学校の先生に見てもらうっていうのがおすすめです。文法の勉強でもう一個私が大事だなと思ったのが、定期的に文法を整理するということです。ひたすら授業で習ってインプットして、アウトプットも少しずつしても、なんかもうこうずっと入ってくると、え、何が何だかわからないっていうことに私はよくなってたので、定期的に ある程度習った文法がたまったら、こういうふうに一覧にして文法をまとめていました。でこの時に自分なりに分かりやすい説明方法で簡単に解説して、一覧表、文法一覧表みたいにしておくと、復習の時とか時間がある時にパッて見て、あ、こういう文法あったな、今度これ使って喋ってみようかなっていうことも考えられるので、定期的な文法の自分の整理っていうのもすごく大事だと思います。続いて、最後は会話に関してです。会話は私は言語学校で知り合った日本人の友達に教えてもらった、日本と台湾の勉強会っていうのに行って、練習していました、日台勉強会とか日台交流会って結構台湾にも日本にもあるんですけれども、実際にその中国語母語の人と話すっていうのがやっぱり一番練習になると思います。それで学校で習った文法とか自分で勉強した単語を使って、あ、今度あの人にこれ伝えてみようかなとか、その相手が話した言葉が聞き取れたっていうその達成感とかがどんどん自分の中で自信になって、楽しく中国語が勉強できると思います。最後に私が中国語を勉強してきての感想、個人的な感想なんですけれども、人によってはもうなんかとりあえず勉強しなくても台湾人の友達作ってなんかいっぱいコミュニケーション取っとけば中国語絶対伸びるよっていう人ももちろんいると思うんですね。でそれでどんどん伸びていく人ももちろんいるんですけど、なんか私の場合はなんかそれが全然できなくて、なんかインプット量が少なすぎると友達の輪にいてもなんとなくその場は楽しいし盛り上がるし仲良くはなれるけど、深い話ができなかったりとか、なんか恥ずかしい、全然できない自分が恥ずかしいという気持ちが先に立って全然伸びなかったので、ある程度こう喋りたい、これを伝えたいっていうことが伝えられるようになるまではもう入れて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 、自分で家とかでアウトプットいっぱいして、でさっき言ったみたいに交流会とか行って友達作って、そこから友達といっぱい喋ることでグッてこう伸びるっていうのを実感しました。もうベースのインプットがゼロの状態でいくら交流してもなんか こんなぐらいしか伸びないですね。でもこのインプットがめちゃくちゃある状態で交流会でガンガン友達作って話すとこう伸びていくので、ある程度のインプットはやっぱり我慢の時なので、ちょっとそれは大事かなというのが私の自分の中国語の勉強の経験から言えることです。今回の中国語勉強法の動画いかがでしたでしょうか。今回ご紹介した内容は中国語勉強法たくさんある中のごく一部で基本的なことなんですけれども、中国語勉強したい、これから中国語を使っていろんな人とコミュニケーションを取りたいという方々の、役にちょっとでも立ったらすごく嬉しいです。で私たちの他の動画は基本的に中国語で撮っていて、下に中国語字幕と日本語字幕もあるので、中国語勉強に疲れた時とか台湾の文化知りたいなとか中国語のリスニングしたいなっていう時にちらっと見ていただけたら嬉しいです。あとコメント欄でも皆さんの感想や
中国語勉強法に関する質問などなど待っておりますので、ぜひぜひコメントよろしくお願いします。で、皆さんのおすすめの中国語勉強法などもありましたら、ぜひぜひシェアお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。